こんにちは、ジョジョです。つみれです。ミヤです。あの子です。ヒロです。今回のミステリー談義は、タイトルが青いミステリー。タイトルに青やブルーが入っているミステリーを読んできましたので、この5人が紹介をしていきます。紹介ラインナップはこんな感じです。早速、私、ジョジョから紹介します。横溝正史の制覇月という作品を読んできました。これは探偵小僧シリーズという作品の一作となります。作品内容としましては、新聞に一斉に掲載された3人の死亡広告。1人目は宝石商として成功した男。2人目は理学博士の男。3人目は12、3歳の少女。しかし、この3人は死亡しておらず、本人たちはなぜ自分の死亡記事が新聞に載ったのか驚く。気味の悪いいたずらかと思った矢先、宝石商が何者かに殺されかけ、心神喪失の状態となってしまった。犯人は、俺は制覇月だ。今、復讐第1号をやってのけた。と言い残し、逃走してしまう。制覇月は真っ青な髪で、ミイラみたいな肌をしており、異形の怪人という風貌である。制覇月は何らかの理由で、宝石商、理学博士、少女の3人を殺そうとしていたと発覚する。そんな制覇月を追うのは、新聞記者で名探偵と呼ばれる修介と、新米記者で探偵小僧と呼ばれる進。制覇月を追う中で、逆老仮面と呼ばれる、世間を賑わせている変装の達人も話に絡んでくる。さらに第3の怪人も現れ、制覇月、逆老仮面、第3の怪人、探偵小僧たちの冒険活劇という展開になっていく。ミステリー的には制覇月の正体と殺人をしようとした理由が面白い作品でした。金田一耕助シリーズとはまた違う冒険活劇的な、ジュブナイルじゃないけど、はい、そういう感じなのかな。そうですね、ジュブナイル向けに書かれた。あ、そうなんだ。正直乱歩っぽさの方を感じたんですよね。確かにそんな感じ、そんな感じだった、うん、はい。横溝正史がこういう作品を書いてたっていうのは知らなくて、金田一シリーズしか読んだことがなかったので、この時代の人たちが好きそうな設定だって思った。怪人が出てくるのがすごい時代っぽいなって思いました。もう怪人がねすごい出てくるんですよ。怪人ってそんな最近聞かないもんね。そうですね、最近のミステリーで怪人なんか多分いないもんな。はい、自分の紹介はこんな感じです。次はつみれさん。はい、私が今回読んできたのは高木明光さんの死生殺人事件という作品です。これ高木明光さんのデビュー作で、日本三大名探偵の一人である上津恭介が登場する作品でもあります。つまり上津恭介シリーズの第一作目にあたる作品ですね。この小説、語り手は上津恭介ではなくて松下健三という、法医学教室の研究生なんですけど、この健三がとある入れ墨の出来栄えを競うコンテストみたいな会、入れ墨共演会っていうんですけど、に紛れ込むんですね。それは出場する側ではなくて、あくまで野じ馬的というか、見るだけの立場としてなんですけど、でね、この小説ね、もう一言で言うと入れ墨ミステリーで、そんなジャンルあるか知りませんけど、一日でこんなに入れ墨っていうワードに触れたのは初めてなんじゃないかっていうくらいには入れ墨が登場してくる、そんな小説なんですけども、その序盤でね、健三は入れ墨コンテスト、入れ墨共演会の会場に野じ馬的に訪れるわけですね。そこで健三は野村絹枝という美人で背中にオロチマルの入れ墨を彫った女性と知り合うんだけど、彼女にめちゃくちゃ魅了されてですね、数日後に彼女に誘われてその家に赴くという警戒心 0% の行動を取るわけなんですけど、そこで鍵の閉まった浴室の中で女性の首と両手両足を発見すると。要するに胴体だけが失われた死体ですよね。だから入れ墨が入った胴体だけが消えてしまったと。で、この家というのが日本家屋なんですよ。だからこれは書くのが難しいとされる日本家屋での密室トリックに挑戦した作品というわけですね。さらに物語としてはその後、絹枝を愛人としている、土建屋の社長、最上武蔵も別の場所で死体で見つかるといった感じになっていて、序盤の流れとしてはそんな感じですね。でね、これ事件的にはね、意外と入り組んでいて、その背景もいろいろと考えられるんですけど、一つは比較的恋愛に奔放な野村絹枝の男女関係に関する事件の可能性と、あと社長の周辺が絡んでるということで、遺産目当ての殺人の可能性、それから入れ墨の入った人の
川っていうのが美術品的にもてはやされるようなちょっとアングラ的なね世界の話なので、オロチマルの入れ墨欲しさの犯行の可能性とかいろいろ考え合わせると容疑者が結構出てくるんですよ。この人間関係の複雑さが面白い作品という感じですね。それプラス容疑者候補の中で緻密な密室トリックを考案できそうなのは誰かみたいな要素が絡んでくる。だから本格ミステリー的には結構魅力的な材料が揃ってる感じですね。でね、肝心の上水京介がなかなか出てこなくて、小説もう7割くらい終わるよくらいのところでやっと登場してですね、残りのたった3割でものすごいインパクトを読者に与えながら事件を鮮やかに解決するといったそんな構成になってます。古典的な作品ということもあって、トリック自体は結構シンプルなんですけど、最近のミステリーって結構トリックとかも手垢がついちゃってる状態なんで複雑にせざるを得ないみたいなところがあったりするけど、それはそれでいいんだけど、この作品のトリックはシンプルめでね、そういったシンプルなトリックっていうのも分かりやすくていいなと改めて思ったそんな作品でしたね。シリーズ的にはですね、まあ、長編で20作を超えるみたいで、まあ、短編集を合わせるとさらにボリュームが増えるそんな感じみたいですのでね、ちょっとずつ終えたらいいかなというふうに思いました。私もこの作品読んだんですけど、なんかとにかく怪しくて美しいみたいな感じの雰囲気がすごい好きです。そうそうそう、序盤からねすごい怪しい雰囲気がね全開で、それがいいんだよね、うん、それがいいですよね、うん、戦後の感じと入れ墨の怪しさみたいなのが相まって、うんうん、なんかすごい独特の雰囲気があっていい感じです。入れ墨共演会、うん、っていうのはアングラ的な感じの、なんかね、入れ墨を体に入れた男女だけが入ってる会があって、その人たちが入れ墨の綺麗さとかを競うコンテストみたいな、結構アングラ感あるイベントみたいな感じでした。いいですね。はい、ありがとうございます。次は宮さん。はい、私がご紹介するのは宮部みゆきさんのパーフェクトブルーです。こちらは宮部さんのデビュー作になります。蓮見探偵事務所の調査員佳代子は、野球の名門高校のエース諸岡克彦の両親から素行の悪い弟深夜の捜索を依頼されていました。無事に深夜と会い、一緒に諸岡家へ帰る途中、2週間前に起きた放火事件の現場に寄った佳代子と深夜は燃えている克彦の遺体を発見してしまいます。その後、深夜は自殺している犯人とおぼしき少年を見つけますが、不審な点があったので、佳代子と深夜、そして探偵事務所で働く元警察犬のマサが事件の謎を探っていくというお話です。デビュー作からこんなにも面白いなんてすごすぎるっていうのが、とにかく一番の感想です。ただの設定勝ちのミステリーじゃなくて、一冊の本としてすごく面白かったです。魅力はいくつかあるんですけど、一つ目は物語の語り手が元警察犬のマサっていうところで、さっきただの設定勝ちじゃないって言ったんですけど、この設定は本当に素晴らしくて、話の内容自体は結構しんどい内容なんですね。なんですけど、主人公が犬になるだけで癒し度がすごい増して、格段にとっつきやすく読みやすくなりました。マサは元警察犬なので、ある程度年を取っているから常に平静で博識で行動が理性的なんですね。人間味に溢れながらも警察犬の能力を活かして捜査にもしっかり協力するっていう、すごく能力の高い主人公です。漢字も読めて、独身術もできて、野球にも人一倍詳しいから、人間のかよちゃんよりも情報量が多いくらいで、落ち着いた性格のマサによる字の文がストレスが一切たまることなく読むことができました。あと犬視点でのアクションシーンっていうのを初めて読んだので、そこも新鮮で面白かったです。二つ目の魅力は、この野球部エースの焼死事件のインタールードとして製薬会社の恐喝事件が並行して描かれるところです。この製薬会社で現在は使用禁止になっているナンバー8っていう薬で5年前に行った投薬実験の副作用で死んだ子たちがいるっていう脅迫を受けていて、犯人が交渉役に指名した製薬会社の官職にいる木原っていう男の視点でサブストーリーが進んでいきます。このかけ離れた2つの事件のつながりが明らかになればなるほど、この物語の序盤で起きた葛彦くんの死っていうのがどんどん私の中で重たくなっていって、一緒に謎解きをする深夜くんがちょっとひねくれているんだけど、優しくて明るくて前向きで、お兄ちゃんのことがすごく好きな男の子だから、
まあ、なんでこんなことにこの兄弟が巻き込まれてしまったんだろうってすごい悲しい気持ちになりました。ミステリー小説で重いとか暗いとかしんどいとかそういった感想は私の中ではよく出てくるんですけど、悲しいっていうのが一番に来るのはすごく珍しい作品だったと思います。最後までずっと悲しくて、なんだけどすごい最高に面白かったです。最初に読んだ時はこの悲しいが勝っちゃったんですけど、謎解きの部分だけ再読したら伏線のうまさだったり結末そのものの驚きだったりミステリーとしてもしっかり面白かったので、ぜひ読んでみてください。前長い長い殺人ってやりましたね、うん、あれも財布目線からで、そう今回は犬視点からの、うん、そう人間外からの書くですね、結構宮部さんってただね、財布よりはやっぱり活動的というか助けに行ったりできたり、あと匂いが人間よりも優れてるからこう人間を導いていったりって感じなので、財布よりは結構能動的に頑張ってました。そりゃそうだよなでもあの時も財布のキャラクターいいよねって話になったと思うんですけど、今回もマサのキャラクターがすごく良かったので、このマサが主人公の話は続編があるみたいなので、そちらも読みたいなって思います。はい、ありがとうございました。次はかんこさん。はい、私は連城幹彦さんの青き生贄という作品を読んできました。有名な彫刻家の杉原勘三という男が姿を消して1ヶ月後に林の中から他殺遺体で見つかり、お手伝いさんとか近隣住民の証言から肝臓の息子である高校3年生の鉄夫という男がその犯人の疑いで拘留されます。鉄夫の母親の紗恵子、つまり被害者の妻なんですけども、彼女は息子を救うためならどんな犠牲でも払うといった感じで弁護士と交渉を始めるんです。ただその弁護士との会話の中で徐々に鉄夫と肝臓の父親と息子の関係性、確執があるとか、鉄夫と紗恵子の母子関係ですね、異常な親子関係が分かっていくっていう話です。この作品割と早い段階でギリシャ神話のオイディプスの話が引き合いに出されるんですね。このオイディプスっていうのは自分の父親を殺して実の母親と性的関係を持った男で、鉄夫はこれをすごく意識してるんです。ギリシャ神話の本の血をもって血を償うこと、自分の母親と交わりまた父親の血をこの手によって流さねばならぬみたいな文章に赤線を引いてたりするんですね。これでなんとなく察するところはあるかなと思います。そういう歪んだ親子関係を連城幹彦らしい美しい流麗な文章で綴っている作品です。業が深いと言えばいいのか、人間の怖さがこれでもかと出ている連城幹彦らしい作品だなと思いました。もちろんそれだけじゃなくてミステリーとしてもすごく面白くて、この作品230ページと長編にしてはかなり短い作品でして、その中で価値観が反転する瞬間があったり、そういうことだったのかと驚かされる場面があったりして、これまた連城幹彦らしい構成だなと思いました。私は連城幹彦が結構好きでして、これまでも何作か読んでるんですけども、でも常々、ね、長編よりも短編の方が面白いよって言い続けてたんですね。実はでもその点この作品は長編ではあるんですけども、ページ数が少ないおかげでキレがあって中だるみせずに、個人的にはこれまでに読んだどの連城長編よりも好きでした。ので連城幹彦の長編を初めて読むという方にはおすすめできる一作かなと思います。自分連城長編2作品読んでますけどそれは本当に長編なので、短編の方をまだ読んだことがなかったので、この作品も中編っていう扱いくらいになるんですかね、はい、そうですね、結構短いですね、長編にしては。長編になるとややこしさがすごいみたいになっていくと思うんですけど、連城作品そこまでの複雑さはないのですっと理解できる作品かなと思います。登場人物が少なそう。あ、そうだね、本当に父親、母親、息子のほぼ3人だけの関係性の話みたいな感じなので、シンプルではあります。3人なのにすごいドロドロしてた。話ドロドロしてるんですよねドロドロを書くのがうまくって、連城幹彦ってそれを堪能できる一作です。はい、ありがとうございます。次はヒロさん。はい、私が紹介するのは河野豊さんのいなくなれ群青という作品です。こちらはジャンルとしてはファンタジー要素を含んだ青春ミステリーになります。まず舞台となる怪談島という島があるんですけど、そちらについて紹介したいと思います。怪談島には2000人ほどが暮らしていて、学校や郵便局など生活に必要な施設は揃っています。ただ島民はみんなこの島はどこにあるのかを知らず、どうして
この島に来たのかっていうのは覚えていないんですね。数日から数ヶ月の記憶を失った状態で島の海岸に立っている自分に気づくっていう感じで、この海南島にみんなやってくるんです。島の外への連絡手段はなく、島を脱出することもできないんですけれども、島の中で暮らす分には不自由がないので、住民たちは状況を受け入れて穏やかに生活を続けています。ただこの島を脱出するための方法がないわけではなくて、海南島にある山にはその名前の通り頂上へと続く長い階段が続いていて、登り切った先には魔女の住む館があるというふうに噂されています。記憶を失って島に連れてこられて脱出できない状況になっているっていうのも、全てその魔女が魔法で決めたルールだと信じられています。そのルールの中に、なくしたものを見つけることで島から出られるっていうふうに言われてるんですね。なくしたものとは何なのかとか、具体的にどうすればいいかっていうのは、まあ誰もわからないんですけれども、その海南島ではしばしば人がいなくなることがあるんですね。その人は多分なくしたものを見つけて島を出て行ったんだろうっていうふうに、残された人たちの中では言われているっていう、そんな設定です。この物語の主人公は七草っていう男子高校生なんですけれども、彼も記憶を失って数ヶ月前に海南島にやってきたんですけれど、他の住民と同様にそこでの生活を受け入れて日々を過ごしていました。ところがある朝に七草は海岸で幼馴染の少女の真鍋に出会うんですね。彼女もまた同じく記憶をなくして海南島にやってきたんです。真鍋は道理の通らないことだったりとか、理解できないことを嫌う性格で、彼女にとっては海南島でそのまま暮らし続けるっていうことは到底耐えられない、そんな感じだったんです。なぜ自分は海南島に来たのか、海南島を脱出するためにはどうしたらいいのかっていうのを考え始めて、自身の信念に従って行動し続ける真鍋と、振り回されながらもそばにあり続ける七草、その二人が調査を進めて海南島の謎を解き明かしていくっていう、そんな物語になってます。この作品、タイトルに群青っていう青が入ってるだけではなくて、内容的にもすごい青春の青さを強く感じる作品になってます。それも爽やかな青春っていうよりかは、むしろ成長しきれない、大人になりきれない青臭さみたいなのをすごい感じるんですね。そんなストーリーに対して文章もとても合っているのが魅力の一つだなというふうに感じていて、実際の高校生が話すような口調ではなくて、ちょっと文学的というか感情を抑えたような書きぶりなんですけれども、それが思春期が抱く複雑な感情を表現するために研ぎ澄まされて選び抜かれているなというふうに感じます。ストーリーが始まる前の数ページ読んだ時点で、言葉の選び方だったり表現が好きだなっていう風に個人的には思った作品でした。むしろミステリー要素としては結構控えめ、謎を解き明かしていくってのはあるんですけれども控えめなので、普段あまりミステリーを読まない人でも青春小説として楽しめる作品かなと思います。いなくなれ群青っていうのは海南島シリーズっていうシリーズの一作目なんですけれども、続く作品のそれぞれのタイトルに色が入ってます。一作目が群青で、シリーズ最終作は君の世界に青が鳴るっていうタイトルなんですね。群青から始まって青に戻るシリーズっていう風に物語は展開されています。シリーズ通しての面白さっていうのももちろんある上に、個人的にはこの一作目を読むだけでもすごい魅力あふれた作品だと思うので、ぜひ読んでもらえればと思います。設定がめちゃくちゃ面白そうですね。いや面白そう。そうですね舞台設定がかなり細かくルール決めされてるみたい。シリーズって全何作くらい？全6作です。ああ結構ありますね。そうですね、結構島の謎に深く切り込んでるとか、過去のエピソードとかも徐々に描かれていく感じです。青春ものってことなんだけど、雰囲気的には明るい感じ？それとも重たい感じ？明るい感じではないですかね。どっちかというとちょっと重めですけど、なんかそんなにずっしりくるというよりかは淡々と進んでいく感じかなと思う。静かな感じ？うん、静かな感じです。そう。なるほど。はい、ありがとうございました。というわけで今回のミステリー談義はタイトルが青いミステリーでした。この動画をご覧の方のも、もしこんな作品があるよというのがありましたら、ぜひコメント欄にコメントをください。今回もご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。バイバイ。バイバイ。